はい、本名です。今日は月曜日で久しぶりに銀座行ったんですけど、銀座行って打ち合わせしてブラブラしてたら、銀座に鬼塚タイガーがあって、これ真っ赤なんですよね。真っ赤な店舗で、まあ元昔のアトモスの近くにあるんで、覗いてみたら12時なんですけど、もう本当にインバウンドがすごいと。今なんかこう見てて、みんな言ってんのが、オンが売れてる、鬼塚タイガーが売れてるっていう。まあアシックスっていう会社が鬼塚やってるんですけど、アシックスよりも社名はアシックスですけど、なんとなく鬼塚みたいな。僕すごいなと思うのが、なんか世の中の流れがテッキーっていうか、なんかコットン着てると重たいみたいな。今世の中ってなんかすごい軽いもんが売れてると思うんですよ。軽くて、なんか例えばジャケットでも昔みたいにこうボコーンとしてるっていうのがちょっともさいみたいな感じになっちゃってて、機能素材で軽いような感じみたいなのが売れてるんじゃないのかななんて思うんですよね。有効よく追ってんなと思うのは、韓国の人たちで、韓国なんか行くとサティスファイっていうブランドがあって、この T シャツに2万円出すのみたいなのを着てるやつがいっぱいいるんで、世の中のトレンド変わったなみたいな。アメリカ行ってもどっちかっていうとルルレモン履いてるとか、アロヨガ着てるみたいな人が多いなと思ってて、ナイキとかそういったなんかコットンみたいな重たい T シャツ着てる人っていうのが子供っぽいっていうか、まあ別にナイキって世界の売り上げの、アパレルの売り上げ多分4位だと思うんですよね。そういう子供って言ったらおかしいですけど、子供に売れていけばいいんじゃないのみたいに思ってるんでしょうけど、なんかファッションとしてはもう終わっちゃったみたいな。鬼塚見てると、別に鬼塚タイガーっていうか、メキシコとか全然ローテクでも何でもないみたいな。それなんですけど、なんか売れてるのを見ると鬼塚強しみたいな。今アシックスの株価が2兆円あるんで、どんくらいまでこれ盛り上がっていくのかなみたいな、こう僕思うんですけど、今アメリカブランドが中国人からちょっと疎まれてるんで、ナイキとかルルレモンはカナダのブランドだと思うんですけど、そういったものが中国で売れ残ってるとか、中国の人たちとか中東の人たちっていうのはどっちかっていうと日本のブランドとか他のアジアのブランドとかヨーロッパのブランドを着てたり持ってたりするんじゃないのかななんて思うんですけど、原宿の鬼塚もすごいですし、銀座の鬼塚もすごいし、心斎橋の鬼塚もすごいし、まあ今の時代ってなんとなく思うんですけど、多分スニーカーファンはなんか YouTube とかいろいろつぶやくのはナイキファンばっかしなんで、あんまりつぶやかないと思うんですけど、もう本当に商売だけを考えるんだったら、鬼塚がもう独り勝ちしてる世の中になってきたななんてつい最近思うんですけど、まあ皆さんどう思いますか？じゃあ今日はこんな感じでよろしくお願いします。